こんにちは、カナラ在住の山田です。左翼社会正義マンの正体、サイコパスとナルシスト納得の最新研究結果ということで話をしていきたいと思います。はい、えー、最初にまずお知らせです。えっ、ー、とこの動画公開するの7月7日なんですが、7日から9日にかけて3日間、ちょっとあのバンクーバー離れまして、首都のオタワとあとケベック州にちょっと行く予定があるんですね。 ということで、この動画今事前に撮影しているんですが、えっ、ー、と、3日間、あの、最新の動画をね、すぐに作ることができないので、何かしらどでかいニュースがあったとしても、動画には反映されないっていうところをちょっとご理解いただけたらっていうふうに思います。はい。って言いましたが、正直まあ皆さんからすると、ああ、そう、どうでもいいわ、みたいな感じで、ね、思うかもしれませんね。はい。ということで、あのー、まあ、どうでもいい話は以上にしました本題に入っていきたいと思います。 えー、2020年 BLM 暴動はありましたが、えー、世界中で社会正義マンの活動が活発になるような、ね、きっかけの1つになってたかなとうう思います。 BLM の前といえば、えー、ねあのフェミニストさんたちがね、えー、女性の権利がとかね、えー、あとはミート運動だみたいなことをやっていらっしゃいましたけれども、まあ、その後 BLM ボードをやって BLM に飽きたら次はね,なんかあのね、えー、中絶に関する判決がアメリカで出たらね女性の権利を守るのだってね次大騒ぎ始めでそれに飽きたら次はね LGBT だとっ,ってねトランスジェンダーの権利を守るのだみたいなこと言ってたんですが。 あの僕ね彼らのことを社会正義マンっていうふうに半分バカにしてね呼んでいますが、まあ、その理由は何といってもあの自己矛盾ですよね。で、えーとまあ、最たる例がもうこの最近のねその女性の権利を守るのだっていうのとトランスジェンダーの権利を守るのだっていうのがこ,のこれほどね全く同一人物がその。 対立意見を声、ね、でかくよう言えるなっていう話なんですよね。で、あのこの辺の,その自己矛盾、完全に対立している関係に関して、え彼らは何も気にしていないもんですから、僕が彼らを社会正義マンって呼んだりとかしているんですが、えっと、先週発刊されました北米からの警告っていうのは、僕の第2弾書籍でも、何度もこの社会正義マンたちの問題点っていうのを指摘しています。 で今回のこの動画では、えーと、心理学の観点からこの社会性未満の生態を分析した研究が発表されたんですね。で、あの本で書いた内容っていうのは、まあ、どちらかというと僕がその肌感覚で感じていたこと、あとまあ世間一般で言われていることであるとか、まあ、そういうその女性の権利、トランスジェンダーの権利みたいな感じでまあ相反することを言ってる自己矛盾とかね、まあ、その辺の現状を見て思ったことっていうのをいろいろ本につらつらつらって、ね、書いたんですがこれが、 まあ、ほぼ当たってたっていうね、ことが科学的に立証されたっていう、まあ、喜んでいいのかどうかよくわかりませんが、まあ、そういうお話なんですね。はいで今回はこの研究論文を読んで個人的に思ったのは、やっぱ社会性基盤と別れ合うことって難しいんだろうなっていうことで思った一方で、ただやっぱ解決策はあると。これがその僕が第2章かなで書いたんですが、あの痛みが必要ってやつですよね。 目を覚ますといいますか、消去を取り戻す可能性が非常に高いっていうことなんですが、あの今回の動画は、ですねぜひともその皆さんの身の回りでもね、ね、えー、こういう社会正義満気質のある人となかなかうまくやり合えてないっていう人がいて困ってる人いたら、ぜひ見させてあげてください。あのなんだろうとりあえず、ね、本人が痛み感じるまでこれ無理なんだなっていうことが <laughs> 分かると思います。はい、その辺りのた、ね、り話もちょっと順を追ってて説明しいいきたいと思うんですが まず、今回みたいな研究っていうのは、あの、独裁主義研究の一環だっていうことなんですね。で、えっと、従来だったら、この独裁主義研究っていうのは、右翼独裁主義者を対象にした研究ばっかりだったってことなんですね。最たる例がヒトラー。ヒトラーが、なんでああいうことをやったのか、何をやったのか、どういう背景でああいうことになったのかとか、もうそのあたりを詳しく分析するっていうのは多いんだけれども、 左翼の独裁主義者を対象にした分析ってほとんどないっていうことなんですね。なので今回もこの研究結果っていうのは、左翼に注目する研究は珍しいっていうふうに注目されているんですが、今回発表したのはスイスのベルン大学のアン・クリスペンズっていう人と、アレックス・ベルタンっていうのか、バータムっていうのをちょっと読みませんが、はいまあ、この人たちが左翼の過激主義者、プラス社会性欺瞞の研究を実施しましたっていうことなんですね。で、まずは、 結論からいきたいと思いますが結論としては社会正義マンはナルシストが多いでこの社会正義マンに暴力性の加わったアンティファみたいな連中アンティファみたいな連中の左翼過激主義者はサイコパスが多いっていうのが結論なんですね。 で、えー、とよくね、その左翼連中たちって聞く耳持たない人々が多い印象あるじゃないですかでさっき言ったその女性の権利とトランスジェンダーの権利がいい例でその矛盾どう思ってんのって言っても彼らは聞く耳持たないんですよねであれはその何か目的を達成することが動機で動いているわけじゃないとじゃなくて今回の研究で明らかになったのが性格が起因になって動いている。 つまりその、社会正義を達成するんだとかも、日本語する子も意味わかんないですよね。社会正義を達成するんだとか、公平性を達成するんだっていうことが動機で動いてるんじゃなくて、ただただ彼らがその性格を赴くままに動いてるっていうことなんですね。はい。っていう、えことがわかってきたんですが、 この研究の前提として一つ重要なのが、一年前に出ていた研究、左翼独裁主義者の分析した研究が出ていまして、それが、えーと、左翼独裁主義者っていうのは3要素で構成されますよというふうに指摘されているんですね。まあ、あの、今のバイデンに置き換えてみてください。はい。えっ、ー、と、じゃあこの3要素何かって言ったら、えー、その1、反伝統、反慣例主義、その2、トップダウン検閲、その3、反階層的攻撃性ということで、えっ、ー、と、まあ、バイデンというか今の民主党に、えー、置き換えて話を見ていきたいと思うんですが、 えっと、今、リベラル系って世界的に見ても、左翼に乗っ取られてるんですよね。で、このリベラル左翼たちっていうのは、えっと、今、伝統的価値観の破壊を世界中で進めています。で、アメリカの例を取ると、例えば女性の権利だあって、中絶の権利をどんどん広めてますよね。これって、えっと、伝統的なカトリック教、今、え、日、ー、信者が多いアメリカからすると、伝統を壊していってることなんですよね。 でこれあ,のあとはそのカトリック教会自体を弾圧している行為もあります、これあの、何度か動画で紹介したことありますが、FBI がいろいろやってたんですよね、あとは銃規制、これも伝統的価値観の破壊ですよね。っていうようなことがまず一つ目、反伝統、反関連主義、トップダウン検閲は皆さんね、これ、経験あると思います、反対意見に対して、彼だって何言うかって言ったら、それはレイシストだとか、それは差別発言だとか、それは過激思想だっていうふうにレッテル張るんですよね。 でこれが従来だったんですがこれがさらに今、進化してきていまして安心できる空間を作るんだとか差別過激思想からあなたを守るためにっていう大義名分で検閲の推進してるんですよね。でこれをその特に左翼連中たちってもうバイデン政権にやってくれってお願いしているわけじゃないですかこれも見事にその左翼独裁主義者の,その気質というか要素に適合していると。 で3つ目の反階層的攻撃性というのは、言うならネオマルクス主義というものですよね。えー、っと、まあ、金持ちであるとか、ニューディール、えグリーンニューディールによる脱炭素とか、女性の権利問題とか、LGBT とか、まあ、全部に当てはまるんですが、特に民主党連中たちがよくその社会問題として取り上げるものって、必ずその社会対立が煽られるものなんですよね。で、その末に何が待ってるかというと、まあ、暴力が正当化されています。 で、えー、と例えば今、ポンって思い浮かぶところう脱酸素なんかいい例でつあるのが、えーとあのね、過激な連中たちってそのなんか絵画に、えー、とペンキぶちまけたりとかしてるじゃないですかいやそれもね油からできてるんじゃねえのと思っちゃうんですがでそういうういいこととかあとかかあああななんんねあの、えー、とあれはなんてうの接着剤か接着剤でねその絵画に手くっつけたりとか地面にくっつけたりとかしてるんですがいやそれだってよあのガソリンじゃなかったんね、えー、と原油から作られてんじゃないのって思うので、ね、あの米ぐちゃぐちゃにしてあれで手くっつけとけとこ思うんです。 がはいまあ、そんなふうに、まあ、自己矛盾しつつも暴力的なことをやっているんですよねでこれが正当化されているのも左翼独裁主義者の特徴、まあ、言い換えると共産主義者って言ってもいいかもしれませんが、はいまあ、こういう研究があるとまとめるとえ左翼独裁主義者っていうのは急進的なモラル価値観を絶対的に支持し政府民間機関を使い攻撃的受け入れられない発言を検閲し 暴力を使って既存の階層を破壊しようとしている。まあ、イコール革命思想のある共産主義者のような人たちが多いっていうのは、まあ、従来言われていた話なんですね。で、今回は、この革命思想のある人たちの中の、その、なんでしょう、性格でどういうのが多いのかっていうのが分析されたんですが、 まず、えー、とあでそれ心理学の観点から分析していったんですが、えー、とまず結論から言うとえ、高レベルの神経症的ナルシズムが発見されたっていうことなんですね。まあ、よくナルシストって言われるやつなんですがえ、具体的にどういうのかって言ったら、例えば、周りからどう思われているかを強く気にする人であるとか、高レベルの恥を感じている。 で、承認欲求が強いっていう特徴が見られたっていうことなんですね。まあ、要は周りの目ばっかり気にして、えーっとまあ、自分をよく見せようとする人たちが多い、まあ、かっこつけが多いっていうふうにも言うことができると思うんですが、もうこういう人たちが、この左右独裁主義基礎のある人々の中に非常に多いということなんですね。で、研究者を驚かせた、僕もこれびっくりしたんですが、えー、っと驚かせたのが、利他主義と 相関していなかったってことなんですね。これ、なかなか衝撃的な研究結果だって言われていまして、あの、利他主義ってどういうことかって言ったら、自分の利益よりも他者の利益や幸せを優先すること、これ利他主義って言うんですね。で、僕の感覚としては、多分多くの人も思ってたかもしれませんが、あの、社会性マンの中には、その、 優しさが暴走している人たちっていると思うんですよね。であれってその、もう人己犠牲をどんだけしてでも周りを良くしたい。もうとにかく自分の利益じゃなくて、周りのために、周りの幸せのために、社会正義活動だ、なんだかんだやってるって思ってたんですが、これが精神的なその心理学の観点からは出てこなかったってことなんですね。で、 えとつまりその社会正義マンってその社会正義だとか公平平等っていうのを掲げて暴走してるんですがその原動力って社会のためあなたのためじゃないと。 あの、<laughs> 自分を気持ちよくさせるためのものだったってことなんですね。なんで、あの、その、えっ、ー、と、BLM だとか、社会正義だって言ってる時って、その、何、社会のために動いてる自分、私、俺、超かっこいい、えー、みたいな感じで、なんか、エクスタシー状態になってるみたいなね、えー。そういう状態だっていうことなんですね。で、えっ、ー、と、結局その、社会ステータスの獲得であるとか、優越感に浸る、また、対立を煽ることによるスリルを得るために、 この社会正義公平性が利用されてるっていう風に研究チームは指摘していまして、それはもう話通じない噂って話なんですよね。あの、社会正義マンって自己満足だっていう風にね、指摘ね、本の中でもしていましたが、もう心理学的観点から、もうドンピシャ、<laughs> あの、立証されてるようなんですよね。だから、その、例えばね、あの、この前の本で書いたところで言うと、 あの、結局、過激な LGBT の犠牲者って子供なわけじゃないですか。で、彼らって、その LGBT の権利だって大騒ぎして、で、子供たちをね、どんどんその、に害を与えているんですけれど、全く気にしていない理由っていうのは、あの、そんな関係ないからなんですね。自分たちが気持ちいいから、ああいうことをやってるだけであって、本当に創業者たちのことを考えて動いているわけではないっていうところが、まあ、こういう観点からも見えるんじゃないかっていうことだそうです。はい。なのもう一個が、 あのナルシストにさらにサイコパス気質が加わるとアンティファのような過激しそうな連中たちになるっていうことなんですね。でえっ、ー、と。反階層的攻撃性 っていうのは、ナルシストではなくて、サイコパス気質と強い相関関係にあったっていうことで、えっと、前はその暴力沙汰やってる連中たちで BLM の中にもいたじゃないですか。ああいう連中たちっていうのは、基本的にはこっち、そのサイコパス気質のある人たちっていうことで、結局、まあ、あの、ここも総じて言えるのが、左翼っていうのは社会正義公平性を求めて活動しているわけではなくて、えっと、気持ちいいってなって動いている、そのナルシスト気質の人か、えっと、または、そういうなんかサイコパスみたいな感じのちょっと狂ってる感じ。なのでまあ話 話がが通じるわけがないいいいいんんでですすがが、まあ、そうううたちが多いっていうことなんですね、はい、なねはのでその社会正義であるとか公平性といったイデオロギーを自己中心的欲求を目指すために利用しているというふうに結論付けられていまして、えー、とまあ社会を良くしたいと思っているわけでやっているわけじゃないとただ単に気持ちいいから活動していたりとか、えー、とそのスリルを味わいたいからやっているだけっていう人がえ多いということが今回の研究から分かったっていうことなんですね。はい、まあ 社会正義マンさんたちと話が通じるわけがないですよね。まあ、特に今回の一件で思ったのが、そのマスクとか接種、ね、義務付けとか、ね、あの世界的な最高連中たちがめちゃくちゃ、ね、政治家含めてご了承しましたが、まあ、その辺の暗証がいいっていうのも、ね、納得かなって個人的には思いました。と、はい、いうような,、あのー、な,んだろうな今まで感覚的に思っていたようなものが新たな研究によって、えーっとまあ、科学的に証明されたみたいな、ね、そういう面白い研究を皆さんに紹介させていただきました。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後は朝のデブタネですね,、えー、とね。横になっているデブちゃん、伸びているデブちゃんと伸びているタネタネということでお別れをしたいと思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。